イオルコスは、ギリシャ共和国テスサリア地方、マグニシア県のボロス市に属する一地区。古代ギリシア時代の都市イオルコスの名を受け継ぐ。パガシティコス湾の北にあったイオルコスは、ギリシア神話におけるアルゴー線の出港地として知られる。ただし、古代イオルコスの所在地は、ティミーニ遺跡付近とも言われており、現在の行政区画であるイオルコス地区とは、 必ずしも一致しない。現代のイオルコス地区は、ボロス市に含まれる一地区で、ボロスの中心地区の東約 3.5km ほどに、一市、市街地は、連単している。イオルコス地区は、さらに4つの区域、イオルコス、アノボロス、アナカシア、アイオス・オヌフリオスに分かれる。古代のイオルコスの場所は、近年未経年文明の宮殿が発掘された。 ディミニ遺跡の近くだと言われている。ディミニもボロス市に含まれるが、現在のヨルコスからは西へ約7トルほど離れている。マグニシア県における旧ヨルコス市ボロス市におけるイヨルコス地区ヨルコス地区は、ボロス市を構成する行政区である。カリクラティス改革に伴う自治体統廃合までは、マグニシア県に属する自治体、イヨルコス市であった。 イオルコス地区は、以下のキノティタ及び、都市、集落から構成される。表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウヨタカッパ、デルタイオタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、東廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。行政区の役所は、アノボロスに所在するが、 最大の人口を養子この地区の中心となっているのはアナカシアである。アナカシアには学校1、リセ1、ギムナジウム1、郵便局1、広場1、それに複数の銀行がある。アイオス・オヌフィロスの面積は0.200キロ平方メートルしかなく、これはギリシャの自治体で最小であった。イオルコスには学校1、広場1がある。 古代のギリシア神話によると、イオルコスの正当な王はアイソーンだったが、兄弟のペリアースが王座を奪った。ペリアースは、アイソーンの息子、イアーソーンに、コルキスにある、金曜毛を取ってくるよう命令し、イアーソーンは、アルゴナウ隊と共に、アルゴー戦でイオルコスを出発した。ありがとうございます。